はい。マネセンスカレッジの浅田修二です、えー。今回は質問フォームから質問寄せられてましたので、回答していきたいと思います。てつさん、えー、50代の方から質問いただきました。ありがとうございます。物価連動国債の投資信託が販売されていますが、どうなのでしょうかというようなご質問ですね。これからですね、まあ、日本もインフレになっていくんではないかというようなことはね、取り汰されていますので、そういう時期になると、必ずこういうご質問が出てきます。これはまあ会員制でもすでに詳しく回答してるんですけども、その内容を一部、 つま,んでですね、まあお話をしていいいこううかなというふうに思まますまず物価連動国債の投資信託ということなんですがまあ、そもそも物価連動国債とは何ですかというところになりますね、まあ、そちらのお話からしていきましょう、えー、物価連動国債っていうのは元金額がですね物価この場合だとコア CPI というものになりますがあその物 の動動きに連動して増減する国債2015年1月からですね、物価連動国債の固有っていうのを個人で解禁されたということで、まあ、ニュースになったこともあります。まず、コア CPI ですけども、まあ、日本で言うコア CPI というのは、生鮮品を除く全国の消費者物価指数という形になります。なので、この中にはエネルギーは含まれます。なので、エネルギーの物価が上がっていけばですね、当然にこのコア CPI も上がっていくということになります。まあ、諸外国で比べるときにですね、 用いられるものがまあ、本来はコア CPI なんですけどまあ、諸外国のコア CPI っていうのはこれはまあ生鮮品とまあエネルギーを除くというものになります、えー、まあ日本で対応するものはコアコアというものがありますこれ日本だけなんですよねもういい加減国際基準に直してほしいんですけどねこういうものがありますなのでまあ今現状ですねエネルギーの物価も上がってますよね なので、この場合ですと、まあ、この物価連動国債としては、まあ、プラスに働くというものになります。2015年からですね、まあ、物価連動国債の個人所有っていうのは認められるようになったんですが、まあ、私が見るところですね、個人でなんかネット販売されているとかですね、今物価連動国債がいくらで売られているとかですね、まあ、そこまで活発に取引されているようには見えないんですよね。なので、まあ、一応できるはできるんでしょうけども、多くの場合はこの物価連動国債 国債のファンド で、保有するっていうことが一般的なのかなというふうには思います。まあ、物価連動国債がね、まあ、物価の動きによって元本が連動するっていうね、意味がちょっとわかりにくいので、まあ、図解にしてね、ご説明したいなというふうに思います。こちらの方ですね、まあ、日経新聞社の方でいい例がありましたので、まあ、こちらの方を参照しています。まあ、一応、これ、財務省の方でもあったんですけども、すごくわかりにくかったので、この日経の方をね、使ってご説明したいと思います。この受け 取り利子ととと償還額が物価につれて動くというところですよね。この、まず最初に元本額として、100万円で購入したと、これは仮に仮定しているわけですけども、その中で表面の利回りは0.1%と、で、えー、半年ごとに、まあ、相手元本の0.05%の利子を受け取るというような国債だったと。 ということですね。まあこれをまあ例にとっています。発行時を100とした場合に半年ごとに1ポイント。まあ年に2ポイントずつ上昇していくということですので、年に2%ずつインフレになっていくということを基本的にまあ想定しています。そういった場合にこういうな図になりますよということですね。想定元本というものがあるんですけども、これ半年後になると想定元本は101枚になるんですね。まあこれ小 CPI が100から 1>, 1ポイントずつ上昇しますので、101になっていて、その後101万円っていうね、想定元本になっていきますけど、まあこういうふうに連動していくということですね。で、この想定元本が101万円になっていますので、それかける0.05%、これ半期ごとですので、まあ0.05になるんですけど、まあ、0.05かけたら、これは利子額として505円と。 という形になりますねまた1年後ですねまた半年後になりますけどその後コア CPI は102になっているとでそうすると想定元本というのは102万円になっていてその102万円に 0.05%の利息金利をですね、かけると510円という形になりますので、510円支払われるという形です。まあ、それを繰り返していくということになります。まあ、この想定元本が、まあ、これ10年後ですね、まあ、10年国債だとすると、想定元本は120万円になっているということなので、まあ、償還として100万円元本があったんですけども、償還額としては120万円償還されると。 いう形になりますこれはですね、まあ、物価がずっと上昇していくときの例になりますけども、これ物価が下がっていくとどうなるかというと、想定願法が下がってしまいますので、利子額も下がっていく形になりますね。で、当然に償還額も下がります。で、償還額が100万円を切る場合も、まあ当然にあるという形ですね。この図解でまあご説明したのは、まあ税金と考慮してないということをまあご了承いただきたいと思います。これで考えるとですね、まあ非常にこう複雑な商品だということがお分かりになる かなというふうに思います。 昔はですね、まあ、この税制も、ね、デリバティブと同じような税制でしたので、それから考えて察すると、なかなか難しい商品なんだなということが、まあ、お分かりいただけるんじゃないかなと思います。で、まあ、先ほどもね、ちょっとお話ししましたけども、まあ、物価連動国債そのものをですね、まあ、個人で所有することも可能ではあるんですけども、そもそもが販売されていないっていうか、あの証券会社から購入するっていうのがね、まあ、なかなか難しいので、通常はまあファンドを通じて購入する形になろうかと思います。でまあ主な 物価連動国債のファンドですね今現状は5本設定されてるのかな。こちらの方があると思います。画面拡大しましたけども、これ総じてですね、まあ、純資産額が、アセバネワンのもので、まあ、287億ありますけども、まあ、それ以外は、軒並みちょっと少ないですかね。100億未満という形になるので、相当、こじんまりとしたものになりますかね。インデックスファンドかどうかというところで、1本だけですね、 m マクシスだけがまあインデックスで他はまあインデックス以外ということでまアクティブになっています購入金額もですねまあ結構高めに設定されているものが多いのでまあこちらの方ありますしまたさらに販売手数料もね取られるものもあります経費率っていうところがあるんですけどもこの経費率まこれが実質信託報酬手数料に相当するものだというふうに思っていただいたら結構なんですが軒並み高いですよね ま、あの、日本の金利自体が、ま、そもそも低い状態で国債を発行しますので、これ物価連動国債だからといって利回りがすごい高いわけではないので、そうしますと、もう利回りに満たないんですよね。ま、0.43とかですね。ま、高いやつだと0.45とかっていうようなパーセンテージになっています。それぞれですね、ま、新た報酬手数料もま、高めに設定されていて、ちょっとこれは債券ファンドとしては高すぎですよね。中堅のこの新興国株式ファンドに相当するぐらいの まあ高い経費率になっているので債券を運用するための経費としてはちょっと高すぎだなという感じはします。 デュレーション自体は比較的短く設定されてるみたいですね。まあ5年ぐらい。まあ長いものでも7年ということで、多少は低い状態で保ててるのかなというふうには思いますけど、結論としてはお勧めできないという感じですかね。長期的な保有目的でですね、このファンドを購入するというよりは、他の何かのヘッジであったりとか、一時的に保有するということであれば、ありかなというふうには思いますけども、インフレヘッジを目的とするということ ことであれば、ここはもう株式の方がよろしいのかなということにもなりますし、長期運用を目的とするということであれば、我々が推奨している全世界投資ですね。アセットアロケーション理論 まあアセットアロケーション運用に基づく運用がまあよろしいのかなというものがまあ結論になりますかね今後もですね、まあ、この物価連動国債に関してはもうご質問が来ると思いましたので本体はね、まあ、会員制の方でお話をしているんですけども今回ね、まあ、その中で簡単にお話できる内容だけをねカイツマンでお話をしました、まあ、是非参考にしてみてください今回の動画は以上になります